ヒドロキシプロピルセルロースは食品や医薬品の添加剤として利用されているセルロースの誘導体である。両心媒性で医薬品錠剤の結合剤やコーティング剤、角膜保護剤や潤滑剤としても用いられる。セルロースの水酸素を酸化プロピレンでエーテル化することで得られ、多数のヒドロキシプロピル元 CH3 を持つ。 一グルコースあたりの痴漢された水酸元の平均数は痴漢度として表され、これは最大3である。だが、ヒドロキシプロピル元にも水酸元が含まれるため、反応途中にここもエーテル化される。そのため、一グルコースあたりのヒドロキシプロピル元の数である、モル置換度は3より大きくなる。セルロースは結晶性が高いため、HPC を 水溶性とするには MS を4以上にする必要がある。素水元と浸水元を持つため加減臨海溶液温度は約摂取45度で、これ以上の温度では不溶性となる。HPC は液晶を形成し、濃度によって東方的、違法的、ネマティック液晶、コレステリック液晶などの様々な中間症を示す。コレステリック液晶は紫、緑、 赤など様々な色となる。生理的には全く無害であるとともに、科学的にも不活性であることから、医薬品添加剤として、国内外で幅広く使用されており、特に日本においては、医薬品の結合剤として、HPC が90%以上のシェアを占めている。同分野における、主な用途は、錠剤、下流剤の製造時の結合剤及び、コーティング剤である。 また、再発性角膜潰瘍、神経麻痺性角膜炎、ドライアイなどの治療に用いられる、人工類液の原料となる、ガンの潤滑剤として用いられることもある。近年食品添加物としての利用も進められており、健康食品の浄剤の結合剤や、増粘剤、乳化安定剤として用いられ、E463 という E 番号が与えられている。キャピラリー、または、 マイクロチップ電気営動で DNA を分離する際の古い材としても用いられる。書籍修復に用いられることもある。ありがとうございます。